サイクルに入ってる、これが TC サイクルで、これ ADP を合成すると、グリセロールはピリコン酸をグルコースを6ピンでグルコースを合成する。筋肉では別にこの血糖値血中に入らないから、血糖値が異常に上がしないとエネルギー供給として対応されると。パーキンスが感動ですね。そうだね、血糖低下は炭酸ヤグルト、その乳酸とかでグルコースを再合成する。乳酸以外の物質からもグルコースが合成されるピルグン酸で、この乳酸が戻ってピルグン酸になって、ピルグン酸が脂肪酸などのここら辺を反応して、アミノ酸も気にせないためグルコースになる。
左右してるかもしれませんね。データ3で出せちゃう声を増やし、脂肪酸のからも出せちゃう声が生成されて、でこの出せちゃう声がアセトサクションになって、酸と酸だから血管を脂肪質、血管体は悪いものだけじゃない、なので血管体が出せちゃう声を作って息が作る、胸が伏せては脂肪酸からエネルギーを得るべし、酵素化して NAD プラスが落ちる、同じように ADP から ATP、 うんだね、酵の反応を乳酸にする方が近畿的ですね、thank you。
시도들어요이제반대로보이스를하는건가오늘한번가오프로이기소스이소메라스그리고서로크린산이스웨이카시때그렇게도스크린산
シャトルを介してマトリックス内にいることができるんだから、それが通過することができるってことなのか。そうね、ここシャトルを介してミトコンドリアに入ってる。などの電子伝達系に関する電子伝達性は内膜に存在する。電子伝達系とか酸化的リン酸化に関与する電子伝達は内膜物質が内に存在する。 RADH または FADH2 に由来する電子はマトリックスから肝硬膜に呼ばれ効果か。そのため脳とは肝硬膜の方がマトリックスより高くなっている。そっか、電子伝達系が肝硬膜内膜にあるから、だから肝硬膜の方が高いんだ。なるほど。you